さあ皆さん、お待たせしました。今日もね、只見線のね、車窓動画中心にやってきます。前回はね、飯山線でしたけどもね、今回はね、区間短いので一駅なんですけど、まあ駅間隔が長くて、まあ田子倉駅がね、廃駅になったせいもあるんですけどね、2駅の区間ね、ほとんどノーカットで、というかまあノーカットでやるんですけども、で、時間ちょっと余るんで、只見町のね、町をね、ちょっと紹介したいと思ってます。で、まあ、大白川は前やりましたよね。またちらっとね、蕎麦屋さんの様子ちょっとだけ撮りますけどね。お願いします。あ、残念ながらですね、今年来週のね、祝日からの営業みたいですね。入り口の感じこんな感じですね。また来たいな。ちなみにね、ここは大白川駅のね、ちょっと手前のあたりのね、谷合いの車窓で映せそうなね、ベストポイントですよね。まあ、今日はね、できなくて残念でした。まあ、またね、小出口はね、逆方向からもちょっと車窓動画やろうと思ってるんでね、楽しみにしててください。
35分。ちょっとね、切り離しの作業があったりしてね、最後見送るシーンが撮れなそうですね。停車時間10分あるんですけど、まあ、最後で、ね、ちょっとその様子は撮れないですけども、前にねやりましたよね、駅の裏側のね神社が今見えてます。はい、サムネこれで行こうかな。ね、今切り離しの作業があるんですけど、ね、E120 型のね、機動車がね、只見線の主力ですね。新型の機動車ですね。で、この間やったの、キハ110系が後ろについてますね。結構レアな組み合わせなのかもしれないですね。まあ、ちょっとサムネ撮りますね。もう一枚撮りましたけど、まあ、今回これでいこうかな、サムネ。やっぱちょっと雰囲気出さないといけないですからね。今日はなんかイベントなのかな、なんかね、ここで停車してる間にね、場内放送で軽く観光案内なんかもしてるそうですよ。まあ、今日はね、ちょっと、街歩きもちょっとやらなきゃいけないんでね、この辺にしたいと思いますね。今日はね、4時10分ぐらいまでに戻ってこなきゃいけないんですよね。なので、温泉とかね、ちょっと行けないかな。温泉近く、すぐに近くあるんですよね。ちょっと節水に気をつけてくださいみたいな注意書きが書いた温泉。結構いい温泉なんですけど、今日はね、ジンギスカンか何か食べに行ってみようかな。前回ちょっとね、失敗してラーメン食べられなかったですからね。今回はね、まあ、いかにも只見らしい食べ物をね、なんとかゲットしたいなと思ってます。名物のマトンケバフカフェってここなのかな。いや、確か私の聞いてる話だと、なんかジンギスカンのうまい喫茶店があるっていうふうに聞いてるけど、ちょっと探してみますわ。ここ252号線ですね。いつも紹介してますね。これでからね、会津まで抜ける峠越えの道ですね。で、282
289号線がありますけど、289号線もね、うまく使えばね、奥只見の方かな、尾瀬の方までね、まあ車では抜けられないのかな、まあ、道詳しければ抜けられるのかもしれないですけどね。今日ちょっとその温泉のあった手前の町の集落の街歩きをして、最後見つけられたらその名物の、ここでの名物のグルメを食べて、今日はそれで終わりにしたいと思いますね。帰り只見線、実におめでたい。私のチャンネルもね、ほとんど半分ぐらいが只見線のネタが多いですからね。いや、本当ありがたいですね。さっきね、ちょっと画像の方ね、トンネルばっかりでね、ちょっと取れ高が高かった可能性があるけども、まあどうしてもね、あの田子倉駅のね、通過したところっていうかね、あんまりテロップ出さないように今回しようと思ってるんですけど、まあどうしても映したくてですね、湖っていうか、あのため池のようなね、でっかい湖があったと思うんですけどね、あの辺が田子倉ですよね。で、まあ駅をまっすぐ行ったところ、まあここがメインになってて、あと左側の方、さっきの交差点左側の方を抜けるとちょっと店があるんですけど、あとでちょっと戻りますけどね。あ、十割そばあるね。今日あれなんだね、そういえば昼飯食べてないんだよな。まあ、もしね、今のところがね、最終候補になるかもしれない。あ、なんか SL があるみたい。ちょっと撮っていいですかね。雨が当たらないようにしてるんだな。ここでも雪下ろしたりしなきゃいけないですよね。あと吹雪もあるから、たまにあれだよね、手入れしに来なきゃいけないですね。冬もなんか氷落としたりしてやんなきゃいけないですね。あ、でもこういう下回りもそんな近くで見えるなんてすごいわ。昭和15年って書いてありますね。ちょっと時間が押してますけど、正面だけ撮らさせてもらって、駐在所があって、こっちも集落があって、確かその、まあ、旅館がねちらちらあったりするけども、川の手前側だったかな、確か左側だったと思うんですけど、あの川沿いに温泉が確かあったと思うんですよね。その場所だけ確認してね、今日は入ってる時間ないよね。そしたらさっきの交差点戻りますよね。歩かないとなかなか街の大きさも把握できないですね。やっぱりしっかりと観光地化されてるというか、まあ、観光で皆さんが来るのも分かりますよね。意外と人もちゃんと住んでて、街もしっかりとね整備されてる感じがして、写真館あるんですね。目黒麹店、ラーメン、南郷トマト、ラーメンももしかして
食べられるの、もしかして。お土産で買うとこなのかな、それとも。ちょっとわからないな。ちょうどそう、桜が咲いてるんだよね。なんか漫画館見逃しちゃったけども、電車の時間遅れたらまずいしね。ちょっと最後に温泉の場所だけ確認していいですかね。そしたらさっきの交差点戻りますんでね。あ、ここにも旅館がある。今只見駅からね、まっすぐ南会津向かうね、道来たところで川にぶつかったところなんですけど、そこを今左側に回ってます。で、今からね、途中歩くスピードというか距離を省略しますけど、場所は分かりましたね。川の手前、左曲がったところでしたね。まあ、今日はね、停車時間決まってるんで、停車時間というか折り返しでまた電車が迎えに来る時間決まってるんで、温泉行けないんですけどね。ここへ来た皆さんのためにね、温泉の場所を確認しました。あ、少しテンポ上げてきますよ。もうすぐ動画終わりますんでね。ここが町の温泉ですね。ちょっと看板がすすけちゃったな、日焼けしちゃったね。前にやった時ね、古本屋さん紹介しましたよね。古本屋さんはね、この橋を渡ってね、すぐのとこっていうかね、結構車では走ったかな、5分ぐらいは走ったかのかもしれませんね。歩いていくとも10分かそこらかかるかな。まあ、こっちまっすぐ行くとその古本屋さんがありますね。で、何やら小学校か中学校かな、なんか学校があって、橋のプレートがかかってる。例えばもうすぐゴールデンウィークなんですよね。ちょっとね、ゴールデンウィークはね、用事があってね、1回ぐらいは動画出せるかもしれないですけどね。まあ、ちょうど混んでる時期外せてよかったです。民族資料館、ふるさと館、田倉、あとこの辺、只見線のね、駅紹介で前もやりましたけど、隠れ里みたいなね、集落がいくつかあるんですよ。だから かやぶく屋根を模したような、トタンの屋根のようなね、隠れ里っぽいようなね、民家がたくさんあるところが、まあ、多いので、まあ、只見線もできたら細かく紹介していきたいと思ってるんですよ。おお。味のある薬屋さんの看板ですね。ここは只見町の商工会館。念願のね、全線運転再開ですからね。まあ、皆さんもね、只見町を遊びに来るときはね、電車で、ぜひ電車で来られるといいですよ。十分ね、駅に近いところでね、たくさんの用事済みますからね。これくらいのまとまった市町村になると、ちゃんと食べるところもあるし、泊まるところもあるし、
まあ、それこそ車直すとことかもね、あとはスタンドも何軒かあるし、まあ、暮らしていくこともね、十分可能ですよね。まあ、雪すごいですけどね、あの冬はね、ちょっと来たことないんですよね。只見線、たまにね、運休になるときあるんですけど、運休にならない程度にこう雪がたくさん積もって、雪景色を見て、そして帰るなんつう、ね、冬のパターンもあるかもしれないですね、そのうち私の動画でもね。デイリーストア。さて、動画、いよいよラストですね。今日はね、ご飯を食べて、お昼まだ食べてないんですよ。帰りたいと思いますね。結局ね、偶然町のおじさんみたいな人に捕まっちゃってね、立ち話してるうちにね、電車の時間来ちゃいましたね。多分停車待ちしてくれるんじゃないかな。あれを乗って帰ると思うんですけどね、須原あたりでね、そばかうどん食べて帰ろうかなと思ってます。じゃあそれをエンディングに今日は最後に終わりたいと思いますね。ありがとうございました。今日はなんかイベントかなんかだから、たっぷりとね待ってくれるからありがたいよね。いつもこんななんだろうか。